女子の方が男子よりも最終身長に迎えるのが女子の方が早いです。女の子の場合ですと一般的な身長の伸びは11歳頃というふうに言われています。女性で小学校6年生でモデルを、ね、出している方ですね。現在154センチで小5から生理が始まり、そこから、ね、あんまり伸びてらっしゃらないということで、目標165センチということで、ね、まあ、結構高いんですけども、見ていきたいと思います。あとはこの子の場合です。現在は11歳と7ヶ月なので、ほとんど11歳6ヶ月のペースですね。で、154なので、高いですね、見てみてね。まあ、ここら辺かなって感じですね。例えば、ここのデータだけを見てみると、その下にスクロールすると、164.3 センチのペースになります。つまりは、今、もし仮に日本人、非常に平均的な身長伸びをですね、されてらっしゃるというふうに予測をするならば、現在の予測は 164.3 というような形になります。これに対して、まあ、過去のですね、成長の記録をこの表に当てはめてみて、一緒に考えていきたいと思います。次が、例えばですけど、9歳7ヶ月、140センチと見てみると、まあ、ここに該当してきますね。これもまあ、大体似たようなデータになっておりますね。ここと、ここで同じ列に入ってますので、ここの時点ですと、163ぐらいという表現ができます。もう一個別のデータは、10歳7ヶ月のデータがありますね。もうちょっと一緒に見てみましょう。149センチということで、ここに該当してますね。これを見てみると、ここで一回上がってですね、一回落ち着いてきているようなことが可能性としては、ね、あるかなというふうに考えられます。ここのですね、まあ、質問の内容として、まあ、いわゆる生理、思春期症状が出てきてしまってっていうことをね、お話が書いてあるんですけど、確かにこれを見させていただいても、この前のデータが、例えばこういうふうに、ね、ここら辺で推移してて、ここでグッと上がってくると、いわゆる思春期が早く進んでるっていうのね、そこから分かっちゃうんですけども、お母さんとお父さん身長が、まあ、173と 159.7 ってことなので、173センチのお父さんと159センチのお母さん。159.5 がこの子のですね、遺伝的に持ってる身長になってくるので、ここからまあ遺伝的にはここに向かってくるんですね、ここにね。成長がですね、ある程度早く来た可能性があります、ね。あと女性の場合に関して言うと、思春期症状が出てから最終身長に向かえるまでのスピード感というのが男性よりね、明らかに早くなってきますので、確かにここからですね、こっちの方向に向かいがちなのは、まあ、否めないのかなというふうに推定されます。ただですね、まあ、それだけではないと思うんですけど、ということで、まあ、今回は165を目指すということなんだけど、165の場合だと、今のラインの中と、10歳6ヶ月の時に叩き出した、ここのラインですね。ここのラインだと165のペースなので、このラインにしてもう一回どうやってやったら持っていけるかってところですね。ポイントになってまいります。女子と男子でなんか伸ばす方法違うかっていうね、そこの質問について答えていきたいと思います。結論から言うと同じです、基本的にはね。女子も男子もやるべきことは同じで、睡眠、食事、運動ってね、この3点はしっかり押さえていくっていうところになってくると思います。ただし、女子の方が男子よりも最終身長に迎えるのが女子の方が早いです。男子の場合18歳で完成。女子の場合でこの表だと17歳6ヶ月っていうような感じで書いてあるんだけど、何かね、努力をして身長がぐんぐん伸びる時期っていうのは男子よりもさらにですね、早くて、14歳ぐらいの時点で最終身長がほとんど決まってくる、そういったような印象があります。これどうしてそういうことが起きるかっていうと、女性ホルモンであるエストロゲンというのはですね、まあ、非常にこう強い骨端線を閉じる作用がありますので、女性の場合ですと思春期症状が出てくると一気に骨端線が閉じて、なかなかですね、身長が伸びにくくなるというのが特徴の一つになります。お伝えできることとすると、女性の方が男性よりもさらにですね、早くその身長に対して関心を持って改善していくっていうのが大事になるかなと思います。確かに女の子の場合ですと15歳ほどで骨端線をほとんど閉じているような状況になります。一般的なんですけど、女の子の場合ですと15歳から平均的に身長ですね、約1センチ程度の伸びになってまいります。つまり今回ですね、1.5 センチほど伸びてるってことはですね、悪くないんじゃないかなというふうにも思いますし、やっぱりそんなもんかなという気もします。そこであと2センチ伸ばしたいってことなんですけども、今の時点ですと骨年齢、骨成熟がかなり進んでるかなという印象もあるんですけど、この1年間で 1.5 センチぐらいかな伸びてるってことを考えると、次の年は 0.75、 次の年は 0.375 ぐらい伸びますので、2センチ、ね、あと伸ばすのも不可能ではないんじゃないかなというふうに思いますけど、いかがでしょうか。これはですね、まあ、一時的ではなく永続的に伸びるものかどうかってところだけど、すごく大事な理解というか、ちょっと理解難しいかもしれないけど、もともと永続的に姿勢が悪い人は姿勢を直すと永続的に身長が高くなる。
一時的に姿勢が悪い人を姿勢を直した時に姿勢が良くなって身長が伸びれば、それは一時的に姿勢が良くなるっていうような表現になってくるね。ちょっと難しいかなと思うんですけど、永続的に姿勢が悪いタイプの方であれば姿勢をですね、矯正することによって身長伸びるというふうに考えます。あくまでも継続的な身長の身長が伸びるというふうに考えるのが一般的だと思います。ただし姿勢矯正して悪いことがあるかというと悪いこともないので、チャレンジするような機会があればやってみていただいてもいいんじゃないでしょうか。まだ 1.5 センチ昨年で伸びているような時点であれば、身長関係のサプリは私であればチャレンジしてもいいんじゃないかなというふうに思う。もちろんそれに対して過剰な期待をしたりだとか良くないと思います。脊柱側弯症に関して言うと、体育病院に勤めていた時に、私が直接主治医として指導したことはないですけども、側弯症の専門先生とかがですね、一緒に手術に入らせていただいたりしましたけど、脊柱側弯症の手術をすると大体みんな身長伸びるんですね。大体3センチとか4センチとか身長伸びるので、やっぱり側弯症を改善すると身長伸びるし、側弯症が進行しないように注意していくってのは大事かなと思います。具体的に言うと、厚生コルセットって硬いコルセットのことなんだけど、コルセットを作ったりとかして経過を見るのも、究極まで身長を、ね、伸ばしてあげるっていうことであれば検討してもいいのかなと。ただ、ね、毎日効率出すの大変だけどね。私の方手元にあるデータだと、17歳0ヶ月から最終身長まで約 0.2 センチ程度伸びるような形になると思いますけど、いかがでしょうか。まあ、いつも通りね、成長シートを使って検討していきましょう。まずは成長シートの方で見てみると、12歳8ヶ月で151センチになりますので、単純にですね、日本人の平均的身長が伸びていけば 156.2 から 156.8 のペースにいらっしゃるということがわかります。それに対して遺伝身長、私の方でもう一回計算してみましょう。父さんも165足す158引く13割る2は155センチということになるので、そういった意味だと極めて遺伝身長に近い身長で現在推移しているということがわかります。それに対して初潮は12歳3ヶ月ということになりますので、初潮だけで早熟傾向が強いのか晩熟傾向が強いのかというのですね、判断するのは比較的難しいんですけれども、一つの基準値を発表させていただくと、初潮なんですね、11歳0ヶ月未満だと相当早熟傾向、逆に14歳0ヶ月以上で初潮を迎えるとかなり晩熟傾向というような表現になってくるかなというふうに私の方で考えているんですけども、そういった意味だと12歳3ヶ月で初潮というのは極めて、ね、平均的というような表現だと思います。そういった意味からも、日本人で平均的に身長が伸びるというふうに推定された 156.2 か 156.8 というのが妥当な数字なのかなというような気がします。ただ睡眠を少し取りにくい状況が身長を伸ばすのを大きく妨げるかというところなんですけども、決して無理という表現ではないと思います。ただし睡眠時間を改善したりだとか、運動をですねすごくやる人はですね、栄養欠乏になっているケースもありますので、改善することが望ましいと思われますし、改善することによって少しですね身長をですねプラスアルファで伸ばすことが可能になるかもしれません。この方は少しデータを見てみましょうということで、こちらの表を見てみると、5歳と3ヶ月で110センチねということで、まあ、この表に当てはめてみると、平均的にこの身長の比率が 159.9 から 160.6 センチというペースになりますので、確かに遺伝身長が 152.5 ということを考えるとだいぶね高いっていうところになります。この方がじゃあ将来どういうような身長経緯をたどっていくかっていうところになります。一つ疑問に思ったのが、5歳で身長が決まるっていうふうにお書きいただいてるんですけど、それはちょっと多分何かを誤認されてらっしゃるんだと思います。5歳で身長が決まるということはまずありえないと思います。私がお伝えしたのは、5歳で身長を1回予測することができるということですね。予測するということと身長決まっているということは全く別の話になります。この、ね、方がどういうふうな身長伸びていくかというと、今のこのお話のこのデータだけでいくと、この方の最終身長予測というのは160前後でしょうみたいなわけですね。ただしどちらかというと160を遺伝身長から下回る可能性が高いでしょう、それぐらいのコメントしかできないわけになります。ただ両親の身長が低いのに子供の身長が高いパターンはどうなるかというところ、ね、ここは一般論というか、よくあるあるパターンターンで言うと、成長シートで言うと高いところからだんだん左側にどんどん単純にシフトしていく、普通は盛り返すんですけど、盛り返すと単純にこう下落していくタイプというか、そういったタイプはよく見ますので、5歳、これで次が5歳6ヶ月、5歳9ヶ月というふうにですね、まあ、身長計測していって、この成長してどんどん左にシフトしていくような傾向が見られれば、そしたら最終的に大体そういうパターンだと遺伝身長に集約することは私多いように思います。ただしそうではなくて、単純にね5歳から9歳ぐらいまで、いわゆる新規始まるぐらいまでずっと真下に降りていくようなタイプの子であると、その子は単純にお父さんお母さんと比べると非常に高く最終的には身長になることも多いですので、ここからですね、まあ、約3年間ぐらいですね、しっかりと成長シートつけていただいて経過を見ていただくといいんじゃないかなと。もちろんね、クリニックに来ていただくとより一層正確なことがお伝えできると思います。
まず一般論でどこか説明していきたいと思います。女の子の場合ですと一般的に身長の伸びは11歳頃というふうに言われています。お胸が膨らんでくるのが大体ですけど9歳とかそれぐらいの時期から膨らんできて、そしてですね11歳後のピークを迎えるというようなスパンになってきます。それに対して男性の方はですね身長の伸びのピークは一応13歳ぐらいというふうに言われてますので、そこがですね、まあ、2年ぐらい女性の方が早いというところになります。じゃあそれに対してですねこのお子さん自身がどういったところかなというところを見ていきましょう。今回に関して言うとこういった乳房の膨らみだったりだとかそういった情報はないわけですね。それに対してまあ採血の結果があるというような形になります。当然私の動画たくさん見ていただいている方であればご存知かもしれないですけども、この ALP ですね、アルカリフォスファターズですね、骨の代謝を反映しますので、この数値が理論上ですねピーク値を迎えた時が身長並みのピークとほとんど一致するみたいな表現になってくると思います。このお子さんに関して言うと、まあ、368ということで、まあ、非常に高い値になっているわけです。ただこの368がピークが大体450とか500ぐらいになるんですけども、そのピークを迎える前なのか迎えた後なのかってところがすごく難しい判断になってくるわけです。今回に関して言うとエストラジオール、これは女性ホルモンの値ですね、こちらの方が10以下ということで現状としてはまだ思春期迎えてないという判断にここからはなるのかなと思うんですけど、女性の場合ですね皆さんご存知で波を打って出てくるので、これだけですね絶対来てないよというふうにお伝えすることはなかなか難しいという表現にもなってきます。それに対して骨年齢が 9.3 ということで晩熟を、ね、早期させますので、このお子さんに関してはおそらくまだなんでしょうという表現だと思います。 LH の方が記載してあるんですけども、まあ、これがね FSH の方も両方見たいです。正直ですね LH だけだとちょっと判断が難しいですけど、少なくとも 0.1 か 1.8 で上がってるとかしてもすごく遠い将来に思春期が来るというよりはかなり近い将来に来るというような表現、もしくは採血タイミングでもう来てますよという表現になってくるかもしれないですし、あとは他の情報ですね、胸が膨らんできたのかどうかとかそういったところも総合的に判断していくと、まあ、より一層正確なことをお伝えできる内容だと思います。ということでこのお子さんに関して間違ったこと言ってしまうとまずいので、これだけはちょっと分かりにくいですねみたいな表現で、そんなに遠くない時にピークが来るんじゃないでしょうかぐらいの答えになってしまうと思います。まずは運動することはいいと思いますよ、基本的に。ただそれを夜にやるべきかというふうに言われれば日中にやった方がより一層いいでしょうという表現だと思います。それに対して夜やっちゃダメかって質問を受ければ別にやっちゃいけないこととも言わないと。ただし私もいろいろとカウンセリングさせていただいているとスポーツクラブ、しかも強いスポーツクラブになればなるほど、いわゆるプロを目指しているお子さんになればなるほどすごく夜に練習する傾向が多いですよね。9時とか10時まで練習があって、そこから家に帰ってきた11時とか、そういったお子さんも結構よく見かけますので、そういったのがいいかって言われるともうちょっと適切ないい時間にやれるといいんじゃないかなというふうなことはしばし思ったりもします。ただそういった環境のお子さんが多いのも知っております。ズバリ必要ですってことで、炭水化物も当然必要だと思います。炭水化物ってのは糖質の塊なので、少しネガティブイメージもある方も多いかもしれないんだけど、エネルギーになっていきますので、ぜひ摂取されていただくといいと思います。ただし、何が問題点かっていうと、体重が増えすぎると問題点になりますね。体重をコントロールしながら、ぜひね、タンパク質摂取されていただくといいんじゃないでしょうか。あとはね、過去の論文でもお伝えしています。タンパク質と炭水化物の比率が大事なんだよってことでね、主食1皿に対しておかずは2皿程度ね、タンパク質を含むものを食べた方がいいというふうに言われてますので、主食の比率は下がっており、ただしタンパク質は必要は必要ですので、そこはねご注意ください。